すごいの来ましたよ。これね、やばいですよ。チョコを選んだ世界線とバニラを選んだ世界線で分岐が始まると。僕たちが紹介しないで誰が紹介するの。クレイジープラス天才イコールシガ。だから本当画期的だと思っていて、体感として多元宇宙がね、実感できるっていう本はね、これまでなかったんじゃないかな。今日のジェイソン・シガ、チョコかバニラか。千葉くん、すごいのが来てしまいましたよ。おそらく暫定今年変な本大賞僕の中で1位です。すごいの来ましたよ。これね、やばいですよ。最初に言っておきますよ、この一冊で1856通りの物語が味わえると。一目瞭然、見せますよ。開くとこんな感じで、男の子のね、ジミーっていう少年がいて、アイスクリーム屋に行ってチョコにしようかな、バニラにしようかなと悩むと。で、チョコを選んだ世界線とバニラを選んだ世界線で分岐が始まると。チョコとバニラとね。で、どっち選びます？違うか。バニラを選んだらギューッとなって、こうね、線がなって、ここで次のページっていうか、ね、別のページに行きますね。こうね、ここをペラッとめくるとギューッと来て、お待ちどうさまと。すごい読み方ですね。で、その後ビューッと来て、こう来て家に帰って、お父さんに会って、お父さんが、おかえり、どこに行ってたんだい、バニラアイス食べてたと。おしまい、終わりました。まず君は1通り目が終わりました。あと1855通りの物語があると。チョコ行ってみますか。チョコって選びました。ギューッと来て、じゃあチョコギューッと行くと、ギューッと行って、お待ちどうさまって言ってチョコもらうと。で、ギューッと行って、また別のページに行って、しばらくしてアイス食べてたらお腹痛くなったと。でででっつって、近くになんか工場みたいのがあって、そこにコンコンって入ったら誰が出てくると。はいっつって、ごめんなさい、トイレ貸してくださいと。で、っていいよと。出てトイレ入ったら、なんか物理の方みたいにトイレ置いてあったりして、なんだろうなって言って5分経って出てきて、トイレで洗面台があってね、洗面台の方を見るか、それともドアから出るか、はい、どっちですか。ドアから出る選ぶと、おじさんどうもありがとうと、トイレ貸してくれてね。で、僕はジミーだよっつって、博士発明家なのっつって、そうなんだ、これがまで150個以上の発明品を作ってきたぞと。わお、君が来た時もちょうど発明品のテストをするところだったって言って、博士と少年の物語が始まって、博士はいろいろ発明してきたんだけど、3つ面白いものがあるよと。で、その3つの発明品を紹介してくれるんだけど、その3つがね、1タイムマシン、2人の記憶を読み取れるスクイット、頭にそのピッと刺したらその人の記憶が読み取れると。3電話ボックスみたいなとこがあって、中にスイッチがあって、ドア閉めてそのスイッチを押したら、その機械の外の人類がみんな死ぬ。で、その3つを発明しているんだよというわけですよ。ちょっとなんか危うくなってきたね。穏やかじゃないね。で、どれかいじってみるかいって言って、さあどれを試してみたいみたい。はい、千葉くん、どれを。キリトロン。じゃあキリトロンいきますよ。キリトロンを試したいと。いいだろう、だがキリトロンは私の発明の中で最も危険な装置だと、まあ、さっきの説明始まるわけですよ。このボタンを押すとみんな死ぬよと。怖いね。こっから面白いんだけど、これは量子力学の多世界解釈の機械なんだと。これどういうことかっていうと、これすっげえ面白くて、こっから、これ子供向けの絵本なんだけど、あのね、コインをまず用意すると。で、ポンってやると、バッとやってみたら表か裏かになるじゃない。これは表の世界と裏の世界に世界が分岐してるっていう、これ多元的宇宙論なわけね。このキリトロは装置、ちょっとちっちゃいやつにつながっていて、ピンってやってパッと自分は見ないと、コインをね。で、そのコイン表裏のままその中に入れると、見ないままね。で、もしも表だったらコインがね、そのキリトロンのスイッチを押したら何も起こらないと。ただし裏だったらスイッチを押した瞬間みんな死ぬと言われるわけ。やってみなさいって言って少年やるわけよ。ピッてやってみて入れて、じゃあキリトロンのスイッチを押しなさいと言われるわけですよ。で、今世界は2つに分かれたんだよ。こっちにも今世界が2つに分かれたんだ。全く同じコマの構成になってるわけね。つまり
こっちの世界とこっちの世界で分岐してるってことね、この話をっていう風になって、でじゃあスイッチ押してみなさいと、押すじゃない、2つに分かれてると、おしまいと表だったね、おしまいってことはつまり裏の方の世界はもうここで終わっちゃってるわけよ。で表の方は生きてるわけね、表だ本当だ表だって喜んでるわけで、坂瀬説明してくるわけ。このキリトロンっていう装置は多元宇宙の分岐した世界のもう一方を消滅させる機械だと、つまり表だと表と裏に分かれて裏の方はみんな死んじゃうからそこで終わっちゃうと、押して生きてる自分たちっていうのはつまり表の方の世界ってことだよね、つまり裏だったら死んじゃってるからっていう風な装置なんだって説明するわけ。すごくないこの話。これさ、小学校高学年から大人向けって書いてあるんだけどさ、小学校高学年の話じゃないよねこれね、普通に量子力学の、あの最前線の話してるわけだから。そのね、いわゆるゲームブック形式、何ページに進みましょう、こっちの方に進むには何ページ、こっちの方だったら何ページっていう、あれのこのうねうねバージョンっていうかなになってると。だから読み手もこっちの方に進んだらこっちの世界、こっちの方に進んだらこっちの世界っていうのが見た目で分かるっていうかね、体感できる話になってるわけ、多元宇宙を。これをね考えたジェイソン・シガー、スコット・マクラウドっていうね、これ漫画家ですけど、なんて評してるか、クレイジープラス天才イコールシガっていうね、すごい人なんですよ。これ経歴書いたんだけどさ、あの、ね、カリフォルニア大学バークレー校を卒業して純粋数学の学位を取得してるっていう、あのパズル作家であったりとか、漫画界のアカデミー賞と呼ばれるアイゼナー賞2度受賞、ボードゲーム作ったり、世界で2番目に大きいコミックを発売したりとか、およそ 2.3 平方メートルみたいな、こんなでっかいあの漫画を出したりとか、すごいわけですよ。でこのジェイソン・シガーって名前でね、シガーさんなわけですよ。お父さんがね日本人なの、あのシガーなわけ。僕たちもね、まあ遠からずっていうか、まあまあまあちょっとね日本にゆかりのある人ってことなんですよ。これはね千葉君、ビジュアル的な面白さは当然あるわけじゃない、こう行って、あ次めくってみたいな、その斬新さももちろんあるんだけど、それだけじゃなくてやっぱり物語がすごくて、つまりタイムマシンっていうのは現在過去、まあ、これ過去に行くタイムマシンなんだけど、時間的なこう縦のラインがあるわけじゃない、プラスさっき言ったみたいに多元宇宙の話だから、横の広がり、横の別の宇宙別の宇宙って話だから、縦も横も世界が広がって、そこを入り組んでそのジミーっていうのはまあ旅しなきゃいけない、どこにたどり着くのかって話だから、めちゃくちゃ深くて幅が広くて、でいろんなその千何百通りの世界を行ったり来たりするわけだから、すごいわけですよ。でしかもゲームブックだから、タイムマシーンにはアクセスコードって押さなきゃいけないと、パスワードみたいなの、確かに序盤ちらっと出てくるわけよ。さて覚えてますかと、タイムマシーンのアクセスコードどれを押そうと、丸四角三角があると、覚えてるバージョンこっち行きなさいと、覚えてなかったらこっちと、覚えてるバージョン仮に言ったとしたら、はい最初何を押しますかと、丸を押して次四角を押したらこっち来て、三角だったらこう来て、全バージョンのね進みがあるわけよ。ジェイソン・シガー、カリフォルニア大学バークレー校で純粋数学学び、クレイジープラス天才イコールシガーだ。これはね、これをでもね、僕たちは日本語で読めると、ようやくこれ10年前にアメリカで発売されていて、しかもその10年前、さらに10年前に自費出版されたやつだ。自費でまず出して、それは商業で出て、ようやく日本でもね今年出たと。これはね、アリス館っていうところがね出してくれましたよ。子供向けだって、多分その編集者が会社をたまくらかして、子供向けですからっつってね出してくれたわけですよ。ぜひね皆さんもう買ってほしい。これなんやっぱり変なの出て売れなかったね、じゃあ僕たち変な本大賞流すたるというかさ、僕たちが紹介しないで誰が紹介するのっていう、あのね、これは本当画期的だと思っていて、体感として多元宇宙がね実感できるっていう本はね、これまでなかったんじゃないかな。それがねゲームブック形式で味わえると素晴らしいですね。さっきも言いましたけど、これ普通に SF 的に面白いんで、アイスクリーム屋の話があったりとか、あるいはじゃあこのね謎のマッドサイエンティストの博士は一体何者なのかとか、それがいろんなぐる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 入れ混じって真相が分かったりとか、あるストーリーではね素晴らしいですよ。でこれね、もうちょっとだけ言うと、行き着くとこまで行ったら手塚治虫の火の鳥的な宇宙観になったりするわけよ。すごいでしょ。ぜひ売れてほしい。これはお勉強の入り口じゃないですけど、そういうのにはありかもしれないですね。
量子力学って僕もね、実はこの変な本大賞で散々力説して動画出しましたけど、これが量子力学だみたいな。頑張った割にはいまいち再生回数が伸びてない。ちょっと上げ直しますけど、また今度ね。それがこの一冊でね、こういうことなのね、量子力学の多元宇宙論って、って分かるっていうね、すごいよね。これね、ぜひね、一家に一冊。てか学校に一冊あったらさ、絶対これね、面白いと思うんだよね。ぜひ学校師匠の皆さん、学校に入れてくださいって僕が言うのも変だけど。超おすすめ。暫定変な本大賞、今僕の中で1位ですから。アイデアも面白いし、物語も面白いんで、超おすすめ。ってことです。ぜひ、読んでください。さよなら。